こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。カルチャビットアをやっていきたいと思います。はい。というわけで、もう第15節。ちょうど3回り目に突入したところ、折り返し点を過ぎたとこですね。今ですね、順位を見てみると、残念ながら最下位です。ただ、まあ、7位のイーダ・ビスタとは、勝ち点1しか差はありません。なので、まだまだ、チャンスはあるはずです。そのイーダ・ビスタなんですが、3対1で勝ってますね。なので、1回目の対戦、これは最初の試合だったんですが、1対1を引き分けながら、まあ、負けに等しい、圧倒された試合だったんですが、2巡目になった第8節では、3対1で、対象しております。なので、まあ、勝ちたいですよね。なんとか。勝って、勝って最下位から脱出したいとこではあります。さて、かなり複雑な構成になってますね。ジョーコと夏希を入れ替えるか。ヒロカと千歳を入れ替えよう。鬼丸も悪くはないけどな。3人までしか交換できないんですよね。なので、浜田を裏側と変えて入れよう。ちょっとここは賭けをやってみましょう。緑を入れましょう。こんな感じですね。これで、やってみたいと思います。でですね、相手なんですが、意外と強くない。なんでこの1戦目で結構苦戦させられたのかっていうのはわからないんですが、まあ、ちゃんと噛み合えば、勝って当然の相手だと思います。まして、ホームですからね、いいところを見せないといけないですね。ちょっと危なかったか。さあ、緑。宮内から。ああ、出ちゃった。あまり良くないですよね。さあ。
静かだけど、あんまりいい組み合わせじゃない立ち上がりではあります。相手の決定打をなさい、助け合えてるって感じはしますよね。そこですよね、やっぱり。これはファールだ。いや、さすがにそれは無理でしょう。相手力を、決定力をなさに助けられてるっていうのはありますね。さあ、浜田。あとは終盤ですよね、問題は。終盤がいつもやられてしまう。緑！あ、惜しい！逆にピンチです。なんとかカバーはしてますが、これうまくやってますね。さーっとダメだ、届かない、緑に届かない。バックパスからちょっと強引すぎた。守備が今うまく機能してますね。早くも広田のスタミナ切れてるぞ。早いですよね。浦川に交代でしましょう。広田をどうするかなんですけど。ここは7個を出しましょう。勝負に行きます。超えました。しかし。前半終了です。0対0。交代枠は残り1人なんですよね。いい選手は揃っているものの、なかなか決定打にはなり得ない。ナーコにパスした。入った、先取点。いいパス回しでした。軽く決めていきましたね。あと一人交代枠が残ってます。ちょっと綾香がバテてきましたね。手当てを早めにした方がいいかな。ミオと変えましょう。で、藤原と、入れ替えましょう。交代認められないですね。あらららららら。ちょっとピンチですよ。危なかった。これはファールだった。広岡がうまい判断で。これはオフサイドか。さあ、イータビスタもディフェンダーを変えてきました。これはファールか。引っ掛けたんかもしれないですね。さあ、辻清水からルケ。ちょっとこれはうまくジョークを取りました。
さあ、キーパーをちょっと変えたいと思います。さあ、奈々子、ああ、ちょっと、それたか。おっと、奈々子に出てきた、2点目。大きな2点目です。緑からこれ、奈々子に直接行って、シュート。見事です。もうイエローカードある選手はあまり守備で使ってはいけないですね。守備が機能しなくなるんで、攻撃側だとそんなに、響かないんですが、守備だと、機能しなくなるんで、何か攻撃側に使ってあげるのがいい方法ですね。その、ポジション関係なく。さあ、くるみ !3 点目これは決まったでしょう。いや、これは、終盤の弱さがあっただけに、この3点目は大きい。ちょっとここでポジション交代をしましょう。イエローカードを出してる人間は、今、後ろにいないんですが、それをみんな後ろに出していきたいと思います。って言っても2人しかいないのか。緑もか。深澤と緑を交代させて、ここに行こう。さあ、深澤を。深澤、なんかスピードがないですね。ジョーコーと変えよっか。深澤本当に運動量が全然ないから。さあ、緑、あ、自分で突破してもよかったかもしれないですね。緑は、そう、くるみ4点目。もうよく頭で合わせますね。素晴らしい。圧勝の4対0です。前半はとにかく守備も攻撃も噛み合わない感じがしますね。これは惜しかった。そしてその後半、うまいパス回しから一気にパス回しが流れてくるんですよね。で、奈々子が確実に決めて、さらに緑のこのうまいパス。さらに、くるみが入って、深澤に一度回してから、またくるみに戻して。隙を見てっていう感じですね。これがすごかった。では、ちょっときついんじゃないかなと思ったら、この中でうまく頭に回せるんだから、本当大したもんですね。あと枠内のシュートを許さなかったっていうのもありますね。キーパーもよく前へ出て取ってくれました。お見事でした。これで最下位脱出です。4勝目ですね。
まあ2点差なんで安心はできないですが、ひとまずは光明が見え出してきたというのは感じますね。くるみもさらにゴールのトップリードしました。実はアシストのチームトップはくるみなんですよね。このままでは満足できない。お、福山がケアから戻ってきました。さあちょっと選手見てみましょう。1位って、あ、これは1億の価値あるかもしれないですね。お、いい選手かもしれないですよ。というか、まあ、素材としてはいいかもしれない。サツキはもっと安い選手いるかな。あ、いないですね。サツキをちょっと取りに行きましょう。オファーです。お、本人もいす、城南タキヨン、はい、チャンスかもしれないですね。移籍期限まであと7週、これをゲットできればさらに選手も 楽かもしれないですね。はい、で次はキャッツ会津戦ですか。ちょっとやっぱり苦手な相手なのかな。そう、2点差ながら最後に同点に追いつかれた相手なんですよね。それでは2回り目は一番負けてはトップロード巻いたの2点差負けで、それ以外はボロボロな試合になってない。0-5で負けたあの及川ピーターローズでも勝ってますからね、シーソーゲームの末。これは相当期待できるんじゃないかなと思います。はい、というわけでこのカルチョビットは本日はここまでです。はい、チャンネル登録、募集しております。はい、チャンネル登録数増やしたいと思います。チャンネル登録していただければ非常に励みになります。よろしくお願いいたします。また、Twitter、Facebook、Twitter、ブログもやっております。説明欄にアドレス記載しますので、よろしければ見てください。最後の20秒で関連動画、関連動画プレイリスト、流します。お時間があればそちらにもアクセスしてみてください。はい、ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。